交換の際は実物本体のねこのね長さを測りましょう。であとこのねゴムのね横の断面図この幅測りましょう。Hey guys, my name is Kwami. どうも、Kwamiです。よろしくお願いします。ね今日はワイパーゴムを変えていきます。まあちょっと古びてますけどまだ切れてないんで、前は OK。リアワイパーブレードのゴムですけど、もう見た瞬間わかりますね。わざとじゃないですけど、もう古いんで、こうなっちゃいました。これをね、交換していきます。はい、じゃあ、やっていきます。はい、ゴムの表面こんな感じです。超接近して撮ってます。もうね、こういう感じ。パキパキですね。はい、じゃあ、交換していきます。はい、ワイパーブレードのゴムなんですけど、向きがありますのでつけるときね逆につけると、危ないので気をつけましょう。基本的には根元に突起があります。これねボコってなってます。これでストップしてます。遠心力があるので逆にするとポーンって飛んでっちゃうと思います。まあ、必ずそうじゃないですけどね、はい、こっちには何もなし。はい、こっちに、こっちか、ここにね、ストッパーついてます。はい、ワイパーブレードを外していきます。まあ、ただね、こうね、無理やり、こう、ね、左手を引っ張るみたいな感じで、こうやると取れます。よし。よし。ただね、こう左手を引くって感じですね。であとはもう知恵の輪です。はい、取れました。はい、外してきたワイパーブレードです。こんな感じです。で、ワイパーゴムを見ると、向きはないみたいですね。両端のこのね突起で押さえつけてる感じですかね。もしね向きがないならね左右入れ替えてもいいかなとか、入れ替えたら2倍使えるのかなとか思ったんですけど、もうね、片方ダメになるとこういう風にね向こう側見えちゃうんですね。こうね、なので、左右入れ替えても延命はできない。はい、ということで、ブレードワイパーブレードの方から、ゴム取り除きます。ただ引っ張り出すだけです。はい、こんな感じ。で、新しいワイパーブレード、これ、マルエヌっていう会社ですね。ビワホームで安く売ってました。いくらだったかな？忘れちゃった。よいしょ。綺麗。当たり前か。で、まあ、つけていきます。こうね、YouTube の動画を参考にすると、こう、2個目からつけていくといいと。で、最後、ここをね、ちょっと引っ張るんだって。ここね、引っ張って、こういう状態、ちょっとやりすぎかな。ちょっとはみ出させて、最後。あ、なにこれ。なんでしょう、これ。わかんない。何か、わかんない。はい、ここから、やりすぎたかな。ちょっと一回引っこ抜こう。これで、ちょっと飛び出すのか。こんくらい。こんくらい飛び出させて入れるんだって。え、なにこれ、え、サイズ間違えた。やばい、マジでサイズ違う。どうしよう、合わないんですけど。マジか、どうしよう。ということで、とりあえずこれは使えない。
えないじゃん。とりあえずついてたものをつける。それしかできない。ほぉよし、ワイパーブレード交換するぞと思ったんだけどできませんでした。で、こういうね、私のような人が増えないようにね、ちょっとひらめいた方法があります。で、交換の際は実物本体のね、このね長さを測りましょう。で、あとこのねゴムのね横の断面図、この幅測りましょう。以上。うわー、ショック。これ何センチだろう。ちょっと測ってみます。完璧に壊さなくてよかった。まだねこれ拭けなくはない。はい、ということで、素人 DIY の失敗例です。はいうわー、ビバホーム行ってきまーす。 Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel. Leave me some comments. はい、これね、いいオチでしたね。いや、ちょっと、いや、マジで、アホだな、本当に。もったいねー、金。400円くらいかな。500円かな。よいしょ。35。うわー、これだけでサイズわかんのに失敗したー。